キチャンネル。こちょ金曜日です。総チェック。はい、ということでね、金曜日の総チェック、木曜日と金曜日のね、総チェックを両方見るとね、火水木の3連戦がね、分かるということで、今日はね、木曜日の試合を振り返っていきましょう。ということでね、まずはパ・リーグからね、オリックス対楽天、9対1で楽天の勝利というところで、まあ、火曜日はね、6対2でオリックス、水曜日は、3対2でオリックス、そして3日が、1対9で楽天というところで、オリックスの、ね、2勝1敗で勝ち越し、まあ、楽天はね、まあ、A クラスを狙っていくというところでね、3連敗はね、絶対できないというところでは、ここでしっかり勝ち切ったというところは大きかったんじゃないでしょうか。ね、というところでね、まあ、今回ね、オリックスの先発が、田島っていうところでね、予告先発出てましたけども、なんと体調不良っていうところでね、発熱、急遽ね先発交代っていうところで、ワゲスパックがね、急遽先発っていうところに行きましたけども、まあ、ワゲスパックね、小木田、山田、吉田というところのリリーフってなりましたけどね、ちょっとこれはね、ワゲスパックにもね、ちょっと苦しかったかなって、まあ、いきなりだからね、それでまあ最近ね、ずっとリリーフっていうところでね、やってる中でここでね、先発っていうところで言うと、12日ロッテ戦、6日楽天戦ともね、2イニング投げてるからねっていうところはあるけども、まあ、ショートねスターターっていう形でね、行く形になりましたけど、3回74球5安打4三振、2四球4失点とね、まあ、序盤からね、初回ワンアウトからね、小深田フォアボールで、小郷がね、フェンス直撃ツーベース打って、ワンアウト2、3塁から浅村タイムリー、そして岡島はね、犠牲フライっていうところで、まあ、2失点、まあ、なかなかね、ここね、初回スムーズにいけてたら、いい波にね、乗れたかも分かんないけども、やっぱ初回ね、2失点してしまったっていうところがきつかった。でもオリックスはね、2回の裏に、中川ツーベース、で、希望がね、センター前、でノーアウト1、3塁から紅林アウトになるけども、セデーノのね、犠牲フライっていうところで1点返して、いや、まだね、これはいけるぞっていうところのね、流れ、この1点というのは非常に大きかったけども、ね、3回の表、先頭村林センター前ヒット、で、ここ方はファールフライになって、5アウト、で、2アウト1塁から浅村のフォアボール、このフォアボールがね、痛かったね。で、岡島がね、内安打、で、2アウト2、3塁から、まあ、この岡島の内安打もね、深い位置からだったからね、あれはちょっと仕方ないかなっていうね、で、2アウト満塁、鈴木大地がね、センターへタイムリーヒットっていうところで2点、4対1っていうね。で、5回には、王がね、ライストスタンドへホームラン、バースデーにマルチアンダーでホームラン、王、ハッピーバースデー、ね、で、6回にはね、一挙4点というところで、鈴木大地フォアボール、フランコがツーベース、辰巳アウトになるけども、隅田、タイムリーからの村林がね、レフトスタンドへスリーラン、ね、で、ここでもうね、9対1というところで、ちょっとジエンドという形かなと、まあ、このね、オリックスの中でいうと、収穫としては、まあ、山田、吉田、ね、吉田を、ね、2イニング、まあ、2安打1三振というところで無失点に抑えたというところはね、まあ、今後の、ね、シーズン終盤に向けてはね、非常にこの 2回無失点というところは良かったんじゃないでしょうか、ね。で、まあ、オリックスはね、ワゲスパック、小木田、まあ、小木田も高かったね、球がね、そこを、ね、通打されたというところもあるし、楽天先発、ね、田中マーク、8回101球、5安打3三振、2球1失点とね、まあ、ここまでね、初回、初戦2戦目ね、結構リリーフ使ってきたんで、この8回をね、しっかり投げ切ったっていうところは、投手陣の中では大きかったんじゃないでしょうか。しかもこの試合はね、低めに丁寧に投げてたし、コースね、丁寧に投げて、まあね、大量援護にも恵まれてっていうところはあるけども、甘めの球も少なかったしね、非常にコントロール力丁寧に投げ切ったんじゃないのかなと思います。まあ結果はね、9対1楽天、トータルでは2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いてはロッテ対日本ハムね、1日の試合2対3で日本ハム、そして2日の試合が、6対8で日本ハムね、ロッテはね、現状にオリックスを追い上げていくためにはここでね、日本ハムね、最下位日本ハムに3連敗できないっていう迎えだね、これ3日の試合、なんと7対5でね、ロッテの勝利っていうところで、まあ、合計はね、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しになりましたけども、なんとかロッテはね、一矢報いたっていうところではこの勝利ね、大きかったんじゃないでしょうか。まあね、日本ハム先発北山ね、4回3分の2、90球、6安打3三振、2四球5失点と、全体的にちょっと球高かったね、あのちょっと抜け気味だったしね、多分ね、最後まで指かかってないから、そのボールがね、最後伸びがなくて、球質が弱かったんだと思うね、フォークとかも若干抜けてたからね、だからいい時やっぱりね、低めしっかり投げ切れてるっていうところでは、この浮いたところがね、若干ね、北山のね、いいところが出なかったんじゃないでしょうか。で、ロッテ先発2勝ね、6回98球、7安打2三振、2四球、2デッドボール、5失点と、まあ、こちらも4四死球だからね、ちょっと制球苦しいんだなっていうところもあるけども、まあ、大量ね、援護に恵まれてっていうところはね、あるけども、まあ、西野の場合はね、5失点ってなってるけど、ね、自責で言うとさ、やっぱちょっとね、ミスっていうところね、まあ、ロッテ3エラー。
3エラーでよく勝ったなっていうところはあるけども、日本ハムはね、初回加藤がデッドボール、バツボタアウトになるけども、清宮がねツーベース、ワンアウト2、3塁から万波のセンターへのタイムリーヒット、この後ねマルティネスがねワンアウト1、3塁から6、4、3ダブルプレー、ここでもう1点ね犠牲フライでもしくはねダブルプレー崩れても1点取ってたらね、もうちょっと状況は変わったっていうところもあるし、この万波のねセンター前ポヨーンと打ってセンター頭越えてライトになった時のセカンドランナー清宮ね判断、もうちょっとハーフウェイ取っててもよかったんちゃうかっていうところもあるけども、まあワンアウトだからね、まあ、あと清宮の足考えると、まあ、無理しなかったっていうところもあるけども、ちょっと何回も映像で見たけどなかなかね清宮の走塁が終わりなかったから、ちょっとなかなか分かりづらかったけど、そこどうなのかなっていうねところはありますね。でロッテはね1回裏になんと平沢大河ね、3ボール1ストライクから先頭打者ホームランで同点ね。この試合平沢はね1番に入ってね、4打数3安打2打点2ホームランっていうところで、平沢頑張って仙台育英も甲子園出てるしね、後輩たちのアピールっていうところでもあるし、もう2軍ではやることない、もうあと1軍で結果出すだけっていうところではね、今日の試合非常に良かったね。スパイラルグループ平沢だから、まあ平沢はね今後もあのタコるのは仕方ないけど、2試合連続でタコらないことだろう。でね1本はね必ず、もしくはねヒット打てなくてもフォアボール選ぶ、こういったところでねしっかり成績ね、今までの状態はね1割並ぶように低いけど、こっからのねこっからの成績だけでいいから、トータルじゃなくてそれをやっていけばね、あの定位置つかめるようになるから、もう2軍でやることないから1軍で頑張れね。でもね日本ハムは3回表ね、磯場で内野安打、加藤アウトになるけども松本センター前ヒットで、ワンアウト1、3塁から清宮のね犠牲フライで1点勝ち越したけども、3回裏ね、ここがねやっぱりロッテのね2位っていうね今年の強いところである。先頭9番渡がね、フォアボールで、ここでね、盗塁で、平沢がねホームラン打ってる、1打席のホームラン打ってるけど、ちゃんとねセカンドゴロ進塁打打つ、2ボール2ストライクからね平沢グッと、こういうの大事なの、いい形で、その後ねワンアウト3塁から藤岡のねショートゴロの間に3塁ランナー渡がホームインでね、ノーヒットで1点ロッテ行く、こういうのをねちゃんとできることがやっぱりね2位のゆえんなのよ。これ何気にね簡単そうに見えてなかなかみんなできないからね、こういったところをしっかりやるっていうところがね非常に良かったね。で5回裏ね、ワンアウトから平沢ライト前ヒットね、こういうのね進塁打とかちゃんと打ってるからヒットも打てるっていうね。で藤岡アウトになるけども、角中がねセンターのタイムリースリーベースっていうところでね、右中間結構ね大きく空いたところを抜けていって、一塁ランナー平沢がねホームイン、で角中がスリーベース、これどうなんやろな、あの中継でね加藤ポロンチョみたいなね中継が乱れて三塁行ったのか、もともとあれ中継してても三塁行けたのか、ちょっと映像何回も見たけど追い切れなくて分かんなかったけどね。でその後ツーアウト三塁からポランコのねタイムリーツーベースで、山口のタイムリーヒットっていうところで一気に3点、これ大きかったね非常にね。だから角中のねツーアウト一塁からのタイムリー、これがね一番大きかったね。で、5対2になって、で6回裏ね、佐藤俊也の、ホームラン、そしてまた平沢の2本目のホームラン、ねね、佐藤も、ね、田村も打ったけども、ね、打たなかったらね里崎の方がお前らに打つぞって言われちゃうからね、サントリードリーマッチでホームラン打っちゃってますから、ね、まだ里崎の方が打つんちゃうかみたいな言われるからね、そういったところもねあの言われないようにこのホームランね良かったね。でもここで7対5だからね、まあ、これはもう完勝かなと思ったら、7回表にね、なんとマルチネスフォアボールで、野村がセンター前で、奈良がレフト前ヒットで、ノーアウト満塁から郡司がねタイムリーヒットで、糸橋3点するけども、加藤のファーストゴロね間に、山口取ってキャッチャー投げてホームアウトになってでね、佐藤が悪送球でこう2点入って、でその後2アウト1塁からね、山口の、まあ、内野安打プラス山口のファースト悪送球ね 3-1 のプレーっていうところで一気に3点、2つのエラーバッとバッと、まあ、だけどもちょっとここね解説していきましょう。このねワンアウト満塁から加藤豪のファーストゴロね、で山口が取ってキャッチャー投げて、キャッチャー投げたやつがねファースト投げたやつが加藤にね足に当たって点々と転がる中、まあ、2人帰ってきたんだけどもね、これどうなのかっていうね、このね、まあ、ルール的には最後の一歩ね、最後の一歩踏むときにライン上にもしくはこのフェアゾーンに入ってもいいってなってるんだよね。まあ、それ入んないと踏めないからね。だから最後の一歩はね、だからずっとね、まあ、いわばファールゾーン、ね、ラインも踏まないでファールゾーン走っててね、最後の一歩入ってもいいってなってるんだよ、ね。これはセーフ。でもよ、この映像見てたら、ずっとライン上走ってるんだよ。もうラインに踏んでる時点でアウトだからね。当たったらね。で、これはホームからファースト間だけだから、ファーストから1、2塁間、2、3塁間、3本、
三塁ホーム間、ここはライン上走ってても別に当たったって問題ないのよ。この俺の認識上はね、このキャッチャーホームからファーストだけ入っちゃダメなのよ。で最後の一歩は入ってもいい、ルール的には。でもね、ライト側からのカメラで見てたずっとライン上走ってる、一回も外出てないってなったら、あれはアウトやと思う、守備妨害で。しかもね、ベース踏んでから当たったんだったらこれは問題ない。でもベース踏む前に当たってるからね、しかもずっと中走ってて、だから解釈としては分かんない。解釈としてはね、最後ずっと走っててもね、ずっと中走ってても最後の一歩のところで当たったのは守備妨害にならないのかもしれない。最後の2歩目、ね、まだ一歩じゃない、2歩目の1、2でベース踏んだ時の1でもう一歩ある時に当たったら守備妨害だけども、最後のベース踏む時に当たったら、それまでどんなに中走ってても最後の一歩目はこれは守備妨害にひょっとしたらなんないのかもしれない、俺の解釈上ね。多分そうなんじゃないのかなっていうところはある。そうじゃないと納得できないもんね。だずっとライン上走ってるからね、ずっとライン上走ってて当たってるから、普通だったら守備妨害になるわけ。でもこれが守備妨害じゃないってことは、最後の一歩のところで当たったから、まあルール上は最後の一歩は中入っていい。でもルール上は最後の一歩って言っても、それまでずっと外走ってて最後の一歩中入ってもいいっていう解釈だからね。ずっと中走ってて最後の一歩じゃないわけよ、だってずっと入ってたから。でも解釈、ルールの解釈上、最後の一歩のところではそれまでどんだけ中走ってようがね、どんなに外走ってようが、そんなのは全く関係なく、最後の一歩のところはもう当たってもセーフですよ、なんだと思う、まあ、それじゃないともう理解できない正直ね。で、まあ、一番根本的な問題は佐藤俊哉がちゃんとファーストに投げときゃよかっただけなの、ね、それちょっとこう行くからああなるわけでね。でも多分俺の解釈が一番正しいと思う。最後の一歩、ね、どれま、それまでどんだけ中走ってても最後の一歩がで当たるときはもうそれはセーフなんだよ。でね、あとはね、もうね、ストライクボール以外はリクエスト OK にしよう。もう全部守備妨害も走塁妨害も全部リクエスト OK にしよう。もうそれが一番めんどくさくない。誰も何も議論にならないし、誰もめんどくさくない。それも OK にしよう。ベースの前、ファーストサードベースの前はリクエストできないけど、それも全部 OK にしよう、ね、だって別に審判だってリクエスト映像見たら説明できるやろ、ね、これ説明できなかったら逆におかしいから ね、だからもうそれが一番いいんだよ。サブザキアンね、大案出します。全部リクエスト OK にしよう、ストライクボール以外は。これで一番解決する問題です。来年からやろう、ね、でも俺の解釈ね、一番正しいと思う。どうですか皆さん、ね、あと続いてこれ松本剛のファーストゴロ、ファースト山口、勢い余って気合あるの分かるけど、あそこまで取りに行っちゃダメです。後ろいるやん、セカンド、あれはもうセカンドゴロでファーストよ。あんなに取りに行っちゃダメよ。多分あれね、ちゃんと投げててもね、ファーストセーフだよ。タイム的にもうピッチャー抜かれてたもん。しかもあんなの難しすぎるよ、あそこまで行っちゃダメです。あれはもうセカンドゴロね、気持ちはわかるけど行っちゃダメね。でこれでまあ7対5になって、ね、どうなるのかっていうところで、まあ、8回はねペルトモが投げて、ね、ランナー1人出すけどもしっかり抑えて、9回はね増田がリベンジで3人で抑えてね、しっかり逃げ切るっていうところでね、まあ、点差があってよかったねっていうね、負けてたら大事ですよっていうね、ところにありますけども、まあ、結果的にはね、日本ハムの2勝1敗で勝ち越しでした。続いてセリーグ、ね、広島対 DeNA、ね、1日3対5で DeNA、 そして、2日、4対2で広島、そして3日なんと0対0でね、引き分けっていうところで1勝1敗1分けと5分っていうね、2位3位の戦いになりましたけどもね、この試合ね、広島先発床田、9回104球5安打3三振1四球1デッドボール無失点で、 DeNA 先発バウアー10回123球4安打5三振2四球1デッドボール無失点、両投手グッグッグッ、これはもうね言うことないね。でその後バウアーね、あとウェンデルケン、そして森原がね、抑えて、広島もね、矢崎で島内で栗林がね、矢崎以降はノーヒットっていうところで抑えてね、引き分けっていうところで、まあこれは仕方ないね。まあ唯一言ったら広島ね、チャンスあったかなっていうところでね、まあ、10回ねサヨナラのチャンス、2アウト2塁から坂倉敬遠でね、田中康介っていうところでレフトフライね、
で11回もね、ツーアウト1塁から大森がね盗塁して小園敬遠、小園が敬遠されるようになってるからね、打つからね最近勝負強くね。でその後ね、野間がレフト前ヒット打つけどもね、ホームは帰ってこれずね、でツーアウト満塁から、秋山がねセカンドゴロっていうところで、まあここね10回11回ねサヨナラのチャンスあったけども、まあこれは仕方ないね、お互い素晴らしい、よく頑張ったと思うし、まあね、バウアーはね非常にねストレートしっかり投げて、ね、ナックルカーブ含めて変化球というところで、まあ、トコダはね両コース低めというところをねしっかり集めてね、投げ切ったというところでは非常にね素晴らしい、これはね素晴らしい試合展開だったと思いますね。まあ結果はね0対0引き分け、1勝1敗のね、1勝1敗1分けかの五分というね形になりました。はい、続いて、巨人対ヤクルト、1日ね0対1でヤクルト、そして、2日9対2で巨人、そして、3日2対1で巨人というところで巨人のね2勝1敗で勝ち越しってなりましたけども、この3日の試合ね、先発投手9回149球5安打13振3四球1失点とね、9回志願のね完投勝利というところでは非常にねピッチね、ヤクルト先発ピーターズね6回114球7安打7三振1球1失点もうこちらもグッピッチ、ね、投手戦もうこれ仕方ないね。2回ね岡本が先頭レフトスタンドのホームラン、昨日のリプレイかっていうぐらいのね同じような形のホームラン。でヤクルトはね、5回表にワンアウト2塁からねオスナがセンターへのタイムリーヒットを打って同点にするけども、なんとね8回に、ワンアウトからね岡本が清水からね、進化系レフトスタンドへねホームランギリギリっていうところをね打って2対1っていうね、岡本の2ホームラン2試合連続マルチホームランだからね、ビッググーからの流星、これはもう素晴らしいね、エースが投げて、まあ、戸郷もエースでしょ今ね、エースが投げて4番がね2本打つっていうところでね、いやまあヤクルトは5安打っていうところで、まあなかなかねこれはもう完敗っていうねところじゃないでしょうか。まあ強いて言ったらね9回ね、先頭塩見がライト前で村上がフォアボールでノーアウト1塁からねこのサンタナ三振3球三振しかも3球目のアウトコースのストレート、あれ抜群だったね、素晴らしいね。でワンアウト1塁からね青木がセカンドゴロで宮本がね、レフトフライっていうところでね、逆転できず、ここサンタナがね三振っていうね、最悪もしね外野フライとかでもねセカンドランナー塩見が三塁タッチアップして一三塁とかなってたのね、もう1点っていうところあったけどね、このやっぱサンタナの三振がねキーポイントだったかなっていうね。まあでもねこの戸郷の勝利っていうところは大きいし、ジャイアンツもね、今日 DeNA が引き分けたっていうところで、3位には慣れたのかな、まだ慣れてないのかな、3位には慣れてない、まだゲーム差なしの勝率でね4位っていうところでね、こだなんでね、ここからの戦いではこのね、勝ち越しっていうね、ジャイアンツにとったらね初戦山野で負けてねどうなるかっていうところはあったけどね、しっかりその後勝ち越したっていうところは大きいし、岡本のねホームランっていうところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。結果ね2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。続いて中日対阪神、1日2対10でね阪神、そして2日3対1で中日、そして3日5対2で阪神というところで阪神のね2勝1敗で勝ち越し、現状首位のね阪神2勝1敗で勝ち越しというところは非常に大きかったんじゃないでしょうか。3日の試合ね、阪神先発ね、ビーズリー5回3分の2、83球、4安打8三振、1四球、1デッドボール、1失点と非常にグッピッチね、まっすぐカット、スライダーでもあれもスイーパーだね、めちゃくちゃいいねあのスライダーね、非常に曲がりも大きいし制球も良かったしね、コース低めにしっかり投げれて、あとはね左バッターにはツーシームとかねフォークスプリット系っていうのも投げてね、まあ、右バッターには外の出し入れね、左バッターにはインコースのカットとかもね投げながら外っていうところではね非常に勢いついてねいいピッチングで、しかもねこのね6回裏、まあ、細川にねワンアウト一三塁からね細川のダブルプレーの間に1点取られて、その後石川センター前ヒットね、でここでツーアウト一塁になって宇佐美の時にねこの島本に変えたこのね交代、これもね非常に判断的にはね良かったかなと。まだね球数っていうところではね、まあ、不安なところもあるかもわかんないけども、まあ、ここからね阪神も6連戦になっていくところでね、このビーズリーがねこの先発にね入ってくるっていうところではね非常にねこれ頼もしい存在になってくるし、ちょっと完投っていうところはねちょっと難しいかもわかんないけどね、こういうふうにねリリーフを使いながらね5回6回を完璧に投げてくれたらね、リリーフ熱いリリーフいるんでね申し分ないっていうところではこの日もね非常にね力強くスイーパーもうスイーパーでいっちゃうかっていうね、非常にね、いいピッチング、だったと思います。で、中日先発ね中地、4回103球、10安打5三振3四球5失点と、まあ、4回で100球だからね、まあ、全体的にね球高かった、スプリットとかもそうだしまっすぐもそうだし、で序盤はねまたストレートの力あったからねそこを抑えきれたっていうところはあるけども、ツーシームフォークっていうところもね高めに浮いて、まあ、そこをやられたかなっていう感じで、まあ、3回の表にね、2アウトから、
森下のサード内野安打、ここで石川よく取ったけどね、ファーストでねちょっとねそれてセーフ、これはアウト、まあ記録上内野安打だけどね、これはしっかり投げてアウトにしとけばね全然状況変わったけども、でここからね、大山フォアボール、ちょっとねこの中地ね、1打席目にもね大山ストレートにフォアボール出してるけど、ちょっと大山にねメンタル負けてる恐怖心ね、でフォアボール出して2アウト1塁からね佐藤ライト前タイムリーヒット、これもね最後変化球が高めに浮いてね、やっぱり前回良かった時は変化球しっかり低めに投げれたっていうところもあるからね、まあ、そこは次回に向けて反省点だね。でここタイムリーヒットで1点ね、で4回にもね、梅野センター前、木浪ねライト前っていうところでノーアウト1、3塁からねビーズリー3バント失敗、こういうところきっちり決めないとね、でワンアウト1点から近本がねレフトにタイムリーヒットっていうところで下位打線から作ったのを1、2番で返すっていうところのねこの近本の存在感ね、で、5回大山フォアボールね、で佐藤センター前で島田ライト前ヒットの、梅野センター前タイムリーっていうところでね、しっかり3点取って、まあ、ここでね中地から砂田に変わるけど木浪もねライト前ヒットでノーアウト満塁からビーズリー三振するけども近本が犠牲フライでね3点目これで一気に5点っていうね、で中地は大山にね3打席連続フォアボールだからここも思い切って勝負していこう、逃げたら負けだよね、そういったところではねこの大山のフォアボールっていうところがね結局得点絡んできてるからね、あの反省点、あとはやっぱりフォークね、通信向け低めにしっかり投げるっていうことがねここの課題かな、でここ5対0ね、ですんなり終わるかなと思ったけども、まあ、6回ね細川がノーアウト1、3塁からダブルプレーの間に1点ね、で7回ねワンアウト2、3塁からビシエドがねレフトにタイムリーヒットね、でその後ね大島岡林が続けずねここで連打欲しかったね、この6回の時もねこのノーアウト1、3塁から細川ダブルプレーじゃなくてね、だからここね中日もねガンガンって行くチャンスあったけどね、まあ、そこねもう一本っていうところは打てずっていうところと、ビーズリーの後のね、島本岩佐とね、まあ、3安打打って1失点するけどもね、カジヤ岩だけどねしっかりその後ね抑え切ったっていうところは粘ってね勝負できたんじゃないでしょうか、でねドラゴンズもね中地の後ね、砂田岡野ね、藤島田島とねそこしっかりね、踏ん張って投げ切ったっていうところではね、序盤のね逆転劇っていうところがねある可能性もあっただけにね、このリリーフ陣の好投っていうところは非常に良かったんじゃないでしょうかね。まあ、結果ね、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあ、ということで金曜日ね、強化の3連戦ね、セリーグは DeNA 阪神というところで東村上の投げ合い。DeNA はね、もうこれね、3連勝をね、したい。もうそれぐらいの勢い、もう負け越したらやばいよ。3連勝、もう必須。ね。阪神はね、こう戦、初戦の、ね、村上でしっかり勝ってね勝ち越していけばねトントントンと勢いに乗ってねもう優勝へ向けてっていうところもあるけども、 DeNA はねもうここ3連勝必須だから、このね初戦の東の好投がね鍵だね、これはねかなり面白い展開で、続いてね中日ヤクルトっていうところで、ね、これはもうね負けた方が落ちちゃう、もう脱落です、正直それはもう仕方ない。で巨人広島ね、広島はねやっぱ阪神についていきたいからね、巨人ねここはね勢いに乗ってきてるけどね、岡本打ってるけどもね、こう怖がらずねマスタースタジアムでっていうところではね、ここ最低でも2勝1敗で上がっていかなきゃいけないし、巨人はね最低でも2勝1敗っていうところでいくとね、この野村横川の、投手陣どういう風にね踏ん張っていけるかっていうところもポイントだし、巨人もね一気にね、今 DeNA とゲーム差なしだからね、A クラスっていうところではね今2位の広島にね負けてらんないからね、ここもね大事な戦いだね。まあ、一番面白いのはね DeNA が3連勝して巨人が3連勝して一気に詰まっていくっていうのがねセリーグ的には一番面白いけど、どうなっていくんでしょうか。逆に阪神3連勝広島3連勝したらもうね1位2位がもう上でも競い合いで、もう3位4位の巨人 DeNA がもう3位争いみたいな感じになるからね、これちょっとね終盤の中ではかなり熱いね戦いになってくる。でパリーグはね日本ハム対ソフトバンクっていうところで、ソフトバンクはこれだから連敗中ね、お互い連敗中の時にお互い対戦なかったからね、まあ、そこからの一戦っていうところでソフトバンクはこれ負け越したら本当 B クラス転落しちゃうね、こう最下位日本ハムにね、まあ、いわば3連勝ぐらいしていかなきゃいけないし、逆に日本ハムはねソフトバンク3連勝で崩してね3位落としてきたらまだ自分たちチャンス出てくるからね、これはね両チーム3連勝必須のね戦いになる。で楽天対ロッテっていうところでは、楽天もね A クラスしっかりねこのソフトバンクを打っちゃっていかなきゃいけないっていうところで2位ロッテでしょ、ここね楽天が3連勝したらめちゃくちゃ面白い展開になるから、この初戦の岸のピッチングっていうのはめちゃくちゃ大事になってくるし、ロッテはねこう楽天を抑えとかなきゃいけないからね、もう最低でも2位より上安泰でいかなきゃいけないから、ここね勝ち越しっていうところはねいかなきゃいけない初戦で、西武対オリックス、オリックスはねオリックスはもうね3連敗しなければいいね、もう2勝1敗でいければもう 100% 完璧っていうね、で西武はここでね一気に3連勝してね
トーンとね、まだ A クラスいけるぞっていうところのね感じ見せながらゲームし、西武は全部勝ち越していかなきゃいけないからね、そういったところでは態度のピッチングっていうところがね鍵を握ってくるんじゃないでしょうか。だからねこの週末ね全チームかなりね3連勝必須のところもあるしね、かなり面白い展開になるから、どういった試合になるんでしょうか。月曜日のね総チェックでお楽しみください。ということでね、金曜日の佐々木とも総チェックおしまいです。それでは今日も楽しんで野球をね応援していきましょう。